とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はデイリークエストをやっていこうと思います。良さそうな場所は、まあ、ここだね。地下寺院。ここは、やりやすそう。で、ここがね、難しそうなんだよね。炎の矢になるのよ。これ、炎の矢になると、むしろデバフなんだよね。やりにくそうだな。ここはいけそうかな。ここはまだいけそうな感じです。で、こっちもいいかなと思うんだけど、ここはね、苦痛の矢なんだよな。炎の矢、苦痛の矢、きつそう。で、俺の嫌いな海底なんだけども、ここはね、モブが大電なんだよ。ここはちょっとね、厳しいと思う。深海で帯電はね、ちょっと難しいんで。まあ、とりあえず、二つ三つ、パパッとクリアしちゃいましょう。行くぞ。まあ、とりあえず、ここは余裕でしょう。ここは、全く問題ないと思う。で、キャプテンなんだけども、多分ね、ここは6体、いるんじゃないかな。結構言いやすい場所だと思うんで。6体探していきましょう。特に問題なく最後の方まで来ましたけども、キャプテンあんまいなかったんだよな。あ、いるね。やばやば、あぶね。ちょっと待って、ここら辺で合わせて倒す。でもまだ足りないんだよね。あ、いる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 。最後の最後か。なんか変更いるっしょ。天候がいたっしょ。よし、オッケー。ナイトモードか。あ、ここか、変更。やめてくれ。まだいるね。あと一体、多分、この奥にいるんじゃないかい。あ、いる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 。よし、オッケー。わー、これ、最後の最後の奥が長いな。いつもここまで、長い場所はないんだけどね。結構ここが長めでしたね。お、ユニークが出てる。とりあえず全部、旗取れました。報酬楽しみだな。何が出る？それでは見てみましょう。最初がなんだ？あー、ピンクスコーンドレル。最近よく出る。ピンクスコーンドレル。さっき道中でも出たし。よく出るな。なんだ次。バートルスタッフ。いやー、いらないかな。微妙。まあ、次行こう。次行こう。次は、シンクの森行きます。ここね、落ちやすくてちょっと嫌いなんだけども、まあ、変更点は、楽勝かな。魂4倍、流れ込む魂で、で、敵がエンチャントで、追い打ちを持ってるっていうやつ。ここはまあまあまあ、行きやすいでしょう。あ、やっべ！誰か、えらいの持っとるぞ。ちょっと待て、もういきなりピンチじゃん。もう、変更持ってるやつがいるぞ。あぶねえ。めちゃくちゃ走ってくるし、あいつ。ちょっと厳しい戦いになるかもしんないけども、頑張ろうか。あれ、キャプテンがいないね。キャプテン全然いないぞ。まだ2体しか発見できてませんね。もちろん全部、フィールドは回ってきてるの。フィールドは全部回ってるんだけども、いないな。え、どこにいる？あ、ちょっと待って。アイテムがもういっぱいいっぱいだ。また古代狩り行かないとダメか。まだね、キャプテン2体なのよね。2体だから、あと4体なんだけど、いないタイプか、もしや。あ、いたいたいた！この先いる。ああ！バブルで倒せなかった。バブリーできなかったらちょっと時間がかかるんだよね。こういう時のために、ダイナモが欲しい。
ダイナモのやつがあれば若干なりともねマシになるはずなんだよね。すげえ、なんか欲しいんだよな。ダイナモと、流れ込む魂で、できれば採掘者が入ってるやつが欲しいんだけど、こう簡単にねそのセットは出てきてくれないんだよな。行くぞ、米、よし出た。で、うわ、ナイトモード。あと2体か。いるかな？いやいや。いないかもな。とにかく、あと2、あ、いた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 。待ってた。あら、マジか。マジか、やべ。しかも2体いる。うわ、ちょっと待て待て待て。よし。オッケー。オッケーオッケーオッケー。弓のやつはね、これで倒せるんで OK でしょう。OK、全部取った。あとはクリアするだけ。結構厳しい条件になってるけど。これか。あ、ガスト2体。おいおいおい。おー、厳しいねー。よっしゃ。ガストみたい、厳しいって。あぶねえ。あと1体。雷出て。よっしゃ、ロイさん。アイテム別何も、もう出てないね。あとはクリアするだけだけども、ナイトモードだから、ちょっと、油断できない。おっしゃ、オッケー。待てって。装備変える。で、いらないやつは売る。よし。オッケーでーす。厳しかったー。クリアでーす。それでは、報酬見てみましょう。最初がなんだ？弓？いらないよ。次なんだ？破滅かー。なんか微妙だなー。愛のスペル棒いらないね。エンチャントがよろしくない。さあ見てみましょう。結構出た。この後からだね。不滅のナイフは、いらない。ピンクスコーンドレルも、いいのはついてません。ダメやね。こっちは？あー、なんで？なんで？なんでだよー。アーティファクトチャージとクールダウンショットが同じ場所についてる。しかも浮遊攻撃までついてる。この3つがバラバラになってたら採用間違いなしだったんだけどね。惜しい。これなんで、なんで全部ここに揃った。うわー、嫌だねー、それで。恐怖のバトルスタッフ262でものすごい攻撃力あるけども、使いはしないかな。で、ヘビークロスボウ、これは売ります。破滅。いらないね。まあ、貫通マルチショット、虚無で使っていけなくはないかもしんないけど。まあ、いりません。はい。今日はちょっと、いいのは出ませんでした。ただ、ピンクスコーンドレル、すっごい惜しかった。あれ、もうちょっと、とでね、よかったんだけどね。よろしくない感じですね。まあ、とりあえず、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。